またたび。あれじゃない、ライトついてるところ、違う、どこか、うん、多分これだ。そう、こんなとこにあるのね。駐車場どこ、あんのか。すごくない、ね、こんなとこにある、すごい。普通に河川敷なんだよ、ここ河川敷なんだけど、ね、家がブワーって並んでんのにポツンとあります、ここに。いいね、こういう写真が、ね、めっちゃいい、なんか。すぎ焼きそば。すごい焼きそば。うんね。じゃあ、そう、じゃあ2人前と、うん、これ1人前でしょうか。そうしよう。うん、食べたい。美味しそう。ね。準備満タン。うん。すごいね。ここで焼くんだね。ね。ここに。これ量多くて混ぜるんですか。いや、こんな感じ、焼いていく感じ。
時間ですね。辛子味噌、焼きそばに絡めてお使いください。はい、あとお好み焼きに中華ごらし使ってください。はい、はい、焼きそばありがとうございます。すごい、いただきます。すごい、おいしそう。食べよう、ね、うわー、すごい、ね、食べよう、そういただきます。焼きそばからいいか、うん、焼きそばからいこうか。どうぞ。どう？うまい？うまい。なんか麺がツルツルして、うん、なんか見た目すごかったもんね。でも硬くなんかコシもあって、うんうんうん、めっちゃうまい。うん、味がすごいしっかりね。うまそう。うまい。よかった。美味しいです。お米焼き結構ボリュームあるね。すごいよね。どっちもボリュームすごい。うん、素敵です。じゃあこれ食べるかな。いただきます。うん、美味しい。うん、めっちゃうまい。うまい。うん、最高。ゆっくり食べようか。きれい。上かな。え、道の駅に観覧車があるの？あれ？あ、すごい。ここの道の駅富士川ラクザ。すごい。観覧車ある。どういうこと？どっから入んのこれ。あ、何、そっから入るってこと？そこ？あ、ここだ。うん、か、なるほどね。え、これどうやってるの？右 ETC リ…あ、違うわ、いけるわ。まさかの高速道路乗ってます。まさかの高速です。入りました。帰るんですか。綺麗だね、夜景。ねえ、めっちゃ綺麗。街の夜景がめっちゃ綺麗。すごーい。うわ、綺麗。ねえ、綺麗。キラキラしてかわいいね。すごい綺麗。流れ星到着。お疲れ様でした。おやすみなさい。静岡県で一番最初にできた道の駅なんで。
ます。国道1号線のバイパス沿いに定規線あるんです、はい、うん、結構ねえわ。交通量が結構関東生乳品質改善協奨励会、奨励会で1位です。いただきます。飲むヨーグルト、うん、美味しいですか？うわ、うまっ。めっちゃうまい。どう？なんていうんかな、わかんない。うまい。酸味とかもあんの？あんまないね。ないんだ、甘いんだ。なんかヨーグルトの、うん、甘さだけ。うん。うん。ちょっと、うんうんうん、味がなんかすごい濃くて美味しい。へぇ、よかったね。ランチ、メニューね、うん、どれが一番有名なの？これか。あ、そう、これこれ、このげんこつハンバーグってやつ、うん、これが一番の人気メニュー、うん、これ頼んでみようかね、うん、ランチ、うまそう。これ食べたいね。じゃあ頼もうか。楽しみ。俺こんなの目の前置かれたら食べなくなっちゃうじゃん。じゃあいただきます。はい、おー、やっぱ肉汁すげえ。ねー、すごいね。うまそう。もう一回切ろうか。あよくこう中まで冷凍して、ね、熱そうだな、うん、いただきます。うわー、うまい。肉汁たっぷりでめちゃくちゃうまい。食レポもどうぞ。やっぱり爽やかなハンバーグって、うん、なんだろう、食べててこうボロボロしないっていうか、うんうんうん、すごい弾力あるし、うまい。うまい、よかった、うん、おいしい。よし、中見せて。すごいじわー。食べたね、うん、いやマジでうまかった。ネギのボリュームがすっごい、ね、すごい美味しかった。また来よう。ごちそうさまでした。